デビューをご覧の皆さん、こんにちは。鈴木翔吾です。横浜圭介です。はい、何年ぶりかの2人の対談ですけれども。久しぶりです。久しぶりです。いや、この間もね、モアの完成で一緒でしたけれども、はい、実はこの2人がまた、来年1月、2018年1月にピカレスク7という作品で、共演させていただきます。この作品はですね、東映さんと少年社中さんと の合同プロジェクトでですね、まあ、もともとヒーローだった方たちだったりとか、まあ、毛利さんにゆかりのある人たちの中でこうまた一つ作品を作っていこうと、面白い作品を皆さんに届けられたらいいなという企画になってます。どうですか、意気込みというか。いや、もう全部言われちゃったんですけど。いやいや、それ今概要なんで。まあ、久々に。そうですね、僕も何回か共演してことある方ともいらっしゃいますし、まあ、鈴木とは本当に同じ釜の飯を食べた仲間で、またね、本当に夏に続きまた一緒に共演できることが嬉しいですし、そうですね、うん、森さんもね、してまたやることが驚いてますけど、光栄に思って頑張れます。頑張ります。そうですね、はい、本当に相馬さんとはヒーロー以来何回か共演してますけども、舞台での共演はモマの火星探検機だけでしたね。があって、でも、まあ、その時直接ね、絡む役とかではなかった。そんなに絡みがなかったので、まあ、ちゃんと今回は、まあ、なんとなくの配役を見る限りでは、うん、絡む瞬間あるんじゃないかなと。隠された配役の中でね、うん、僕の役にとってはすごくキーマンとなる役だと思うので、名前を聞く限りは。さっき知りました。あ、本当に。まだその辺もいろいろ皆さんに楽しんでいただけたらいいかなと思っております。はい、最後にデビュー読者に何か一言、まあ、こうみんな夢見てね、うん、そうですね、役者さんになりたかったり、アーティストになりたかったりとか、はい、いろいろ方がいらっしゃると思いますけど、何か、うん、からそうですね、役者という仕事を僕やらせていただいてますけども、途中ちょっと休んだ時間とか、ね、ありまして、いろいろまたそこでもまたちょっと違う仕事とかしてたんですけど、やっぱどうしても結局何か演じたり、人前に立つとかのある意味快感というか忘れられなくて、まあ、苦労ももちろんあるんですけど、それが全て報われた時の快感を忘れられずに、僕も、役者を年も31になりますけど続けてられているので、ぜひぜひね、皆さんもそこを味わうべく一歩踏み出して、怖いんですけどね、すごい怖い世界なんですけど、一歩踏み出す勇気があれば本当にこの上なく楽しい仕事だと思いますので、ぜひぜひ臆せず飛び込んで一緒に頑張りましょう。はい、素晴らしいコメントですね。考えてきた。いや、本当に僕も今28になりまして、間もなく9になるんですけれども、7年8年やってきまして、まあ山あり谷ありの中で、でもそうですね、一緒に戦う仲間だったりとか、それを応援してくれる人たちと一緒に、なんか自分の中からこう伝えたいメッセージを伝えていけるっていうのは、本当にすごく直接的に伝えられるのがこの仕事の一番いいところかなと思いますので、もしやりたいことがあるのであれば、自分の夢を諦めずに一歩踏み出す、ありがちですけれども、その一歩がすごく未来への偉大な一歩になるんじゃないかなと思います。素晴らしい。はい、僕も頑張りますので一緒に頑張りましょう。ぜひぜひ劇場でお待ちしております。バイバイ。